YouTube をご覧の皆さん、どうも、つばさです。はい、今日はですね、以前、納豆を入れて、こう、焼きそばをめちゃめちゃ美味しくする方法みたいな感じで、リメイク料理の動画作ったんですけども、まあ今日はそんな感じで、リメイクだったり、ちょい出しレシピだったり、っていう感じで、一つ動画をお送りしたいなと思うんですが、皆さん、カレーは好きですか？ええ。まあカレーね、嫌いな人ってあんまいないと思うんですけど、僕もカレー大好きでね、ただ、一回に作る量がやっぱ多いんで、残っちゃうじゃないですか。一回に食べきることはあんまないと思うんですよ。で、残ったカレーをどうしますかということで、今日は、もう本当にね、簡単にできるので、これをお教えしたいと思います。はい。で、用意するのはもう簡単。ラーメンと、残りのカレーですね。で、このラーメンね、今袋ラーメン作ったんですけど、カップラーメンでもいいです。これ何でもいいんですよ。本当に簡単なんでね。具もなくていいです。もう今これ麺だけしかない、麺しかない状態で、これに残ったカレーをこう入れるだけなんですね。で、結局カレーラーメンなんですけど、意外とやらない組み合わせなんですよ。カレーうどんはやるけど、カレーラーメンって意外とみんなやらないんだよね。え、何それ、みたいな、合うの、みたいな。うん、僕はなんでこれを最初やったかっていうと、学生時代にそのプールの監視員のバイトやってたんですね。で、そこでは売店のご飯が食べ放題だったんですよ。で、こう毎日バイトしながら食べてたんですけど、ある時メニューを全部食べちゃって、どうしよっかなーって、飽きたしなーあれと思って、そしたら、そういえばラーメンもあるしカレーもあるし、混ぜたらうめんじゃねえかなと思って、でやってみたんですよ。売店の子にできるって、混ぜるのって、できますよって、お客さんには出してないですけどって、でやってみたらうまくて、この組み合わせがわーっと思って、めっちゃうまいと思って、でプライベートでもやるようになったんですけど、何味でもいいんですよ、ラーメンは。今回味噌味にしましたけど、醤油でも塩でも、まあ、豚骨はやったことないけど合うんですね、これが。いただきます。うーん、美味しい。もうね、結局ほらインスタントを使えば味は出来上がってますから、出汁とかも入れる必要ないんですよ。で、そこに出来上がってるカレーを入れるだけというね、本当に。うん。懐かしい。今ね、これ久々にやったら、けど、懐かしい味が。うん。あ、懐かしい、これ。本当にね、これ簡単にできて美味しいんですよ。で、外れないから。インスタントとか袋ラーメン使えば、それは美味しいに決まってるし、で、カレーもほら自分の味好みに作ってるわけじゃない。だから外れないんですよ。これはね、本当に美味しい。納豆の時もそうだったんですけど、なんていうのかな、意外な組み合わせというか、あまり人はやらない組み合わせで食べたりするんですよ。まあ、これもそうなんですけど、友達とかに言ってると、え、なにカレーうどんじゃないのみたいな。カレーラーメンみたいな。意外にやらないみたいな。単品ずつは食うんですよ。ラーメンも食うし、カレーも食うんだけど、一緒にやらないって、混ぜたりしない。あんまチャレンジしないのかなっていう、思ったりするんですよ。自分の中では普通に思ってることが、まあ少数派だったりとか、みんながあまりやらない、その料理の組み合わせだったりするんで、なんかそういうのあったら、ね、またこういう風に紹介したいと思うんですけど、これはね、ほんとおすすめ。簡単にできて、絶対うまい。で、今回カレーはチンしなかったんですよ、僕は別に。このあったかいラーメンに入れるだけ。ラーメンがちょっとまあ温度下がっちゃいます。別にで、ね、もう超熱々っていうのが必要だったら、カレーもチンして入れてください。もうカップ麺だったらもっと簡単だよね。お湯入れるだけ、お湯入れてそれに入れるだけ。今回撮影用にこうやって器別にしましたけど、もういつもだったらラーメン作ってそこにこうやってもうカレーこうやってドボンって入れるだけだから、もっと簡単。本当にね、もう絶対うまいカレーラーメンなんで、やってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。こういうね、なんていうのかな、チャレンジレシピじゃないけど、なんていうのかな、何その組み合わせみたいな、あるじゃん。すごいまずく、確実にまずくなるような組み合わせみたいなチャレンジメニューじゃないんだけど、確実に美味しくなる方法っていうのを俺はお届けする予定です、今後も。なんか見つけたらね、見つけたらっていうか、まあ、思い出したら、自分の中で普通なことだから。なんだろ、意外だったのが、シチューで白米食べないみたいな。なんかネットニュースになってたけど、え？みたいな。シチューってお米一緒じゃん、お米込みじゃないのと思ってたけど、なんか意外にそうでもないみたいな。だからそういうのは意外にあったりするかもしんねえで、ちょっとね、また見つけたら
動画にしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。そちらね。